例えば A 社が丸1という商品を出しました。そして B 社がその後丸1という商品にそっくりな商品を出しました。消費者の皆さんは A 社が出した商品丸1と B 社が出した丸1に似た商品、どっちを買おうとしているかというと A 社の商品を買おうとしています。 しかし、お店には B 社の商品も並んでいて、ほとんど区別がつきません。本来でしたら、先に出した A 社が B 社の類似品に対してご注意くださいと記載するのが普通ですよね。なんか逆のことが起きております。皆さん、こんばんは。鉄道総合館です。車内ライブ、類似品にご注意ください。駅ナカライブ、類似品にご注意ください。 こんんなな表記をしした悪質なチャンネルさんがあるのはご存知でしょうか。別に社内ライブとか車両センターライブとか駅ナカライブというのは商標登録をしているわけではありませんのでどのチャンネルさんでも似たようなものを出していただいて構わないんですがただですね先にこういったアイディアを作って え皆さんに提供している、まあ、最近はライブ配信の数減ってますけれども、まあ、先にそういったことをやり始めたのは少なくともこの「鉄道総合館」というチャンネルです後から作ったチャンネルさんが類似品にご注意くださいと記載するのは明らか違うと思います何でしょうかねほんとおかしいですよね類似品にご注意くださいって私が言うなら分かりますけど 後から出したチャンネルさんが、鉄道総合館先に出してるチャンネルに対して類似品にご注意くださいというふうに記載をする。あたかも、後から出したチャンネルが先にアイディアを作って出してたかのように表記する。そんな悪質な内容が最近流行っております。この辺詳しく お話ししていきたいと思います。では、本日もよろしくお願いします。二千二十一年頃から鉄道総合館のチャンネルを見ている方は。よく聞く名前だと思います。駅中ライブ、車両センターライブ、車内ライブ。あと何かありましたっけ。まあ、主にその三つですね。 えー、他の鉄道系 YouTuber さんは基本的に動画30分から1時間程度の動画を多く出しておりましたがこのチャンネル最近はちょっと違うものの以前はライブ配信っていうのをほぼ毎週やっていました多い時は2日に1回とか3日に1回ぐらいやっておりましたでその中で列車の車内から リアルな車窓を眺めていただく、もしくは車内放送をリアルに聴いていただくことができる車内ライブ、あとは到着する列車をリアルに見ていただくことができる駅ナカライブえ、眠っている車両を見ることができる車両センターライブ、こんなのを多くやっておりました。最近かなり数が減っております。 え他のチャンネルさんがそういったことを真似するのは全く問題がないと思っております。なぜなら特に商標登録もしていないですし、えー、真似しないでくださいと言ったことも全くありませんのでそこは問題ないかと思いますが類似品にご注意くださいと後から出したチャンネルが記載するのはいかがなもんでしょうか。 まあたかもそのチャンネルさんが先にその社内ライブや駅ナカライブやり始めていてえ鉄道総合館だったり他のチャンネルさんが後からやっているそれに対して類似品にご注意くださいと言うならわかりますけれどもいや後からやってますよね後からやってるのに類似品にご注意くださいって何ですか一般的にそういう記載しますよねっていうんだったら 全部の動画にそういう記載してくださいよ。なんで車両センター、なんで車内ライブとか駅ナカライブだけ類似品にご注意くださいっていう記載をするのでしょうか。全くもって不思議です。まあ2000人ちょっとのチャンネルなんで別にいいんですけれども。なんかちょっとね、そういうところを考えた方がいいんじゃないかなと思います。 多分そのチャンネルさんの評判、まあ、今2000人ちょっとのチャンネルさんなんでそんなに有名じゃないかと思うんですけれども、えー、流しれた時にそういったことをしてると絶対叩かれると思います叩かれてからでは遅いと思いますそもそもそのチャンネルさんなんですけど社内ライブとか駅ナカライブっていうのをかなり否定していらっしゃいました今動画消してるみたいなんですけど 以前はまあ約1時間にわたってそれぞれ批判の動画を上げてたくらいですしかも名指ししてましたからねこの鉄道総合館に対して、えー、車内ライブ列車の中から動画をライブ配信をするのはいかがなものか他の人から映り込みますよねそんなことをずっと言ってましたよね言ってたのになんでご自身がやってらっしゃるんですか もともとは、えー、サンライズとか、まあ、特急列車他のお客様が移り込みする可能性が低い列車からしかやっておりませんって言ってましたけどその後常磐線の普通電車から普通にやってますし、まあ、先日も関西の、えー、列車からやってたりしましたしなんかご自身がやってることに対して なんで見逃すというかそこは甘いんですかね他人に対して厳しく自分に対して甘い自分の行動をもう一回振り返ってみた方がいいと思いますよ。社内ライブは他のお客様が映り込みする可能性もありますしまあ場合によっては人身事故とかが発生しちゃう可能性もあります。そういったたことが起きた時に 鉄道総合館あなたは責任が取れるんですかっていうふうに言ってらっしゃいましたよね。でその方は、まあ、サンライズなら大丈夫って言ってましたけど、まあ、サンライズも人身事故は起きるんですけどそれでもサンライズなら大丈夫って言ってなぜかサンライズから配信してましたけどその後常磐線の普通電車から。 配信ししてましたよねそのまま言い返しますけど人身事故が起きたら責任取れるんですか取れないと思いますよ。で、えー、このチャンネルを見ていただいている皆さんには、まあ、そういったことが起きる可能性があるのでご了承くださいという記載はさせていただいております。そういったことが万が一起きた場合でも責任を取ることができませんというふうに記載をして。 ご了解いただいた上でライブ配信を見ていただいていると思います。このチャンネルの視聴者さんならそこは分かっていらっしゃると思います。ご自身が A という行動はダメですよねって言ったのに、A という行動をしている。で、それを指摘したら理由は B だからです。B なら大丈夫です。 でさらにその後 B ということをやっているおかしいと思いませんかもともと駅ナカライブに関しても JR 東日本に問い合わせたらそういったのは、えー、事前に相談をしてからにしてほしいというふうに回答があったというふうに言ってらっしゃいましたわざわざご自身でそこまで調べてらっしゃったのに駅ナカライブっていうのを えー、その方もやってらっしゃる、えー、理由は短時間だからいいとかうーん何な,なんですかね本当ほんとにとにかくご自身が後からアイディアを真似したっていう認識があるのであれば類似品にご注意くださいと記載するのは間違ってると思います。まあ、仮に 私がそれを言ったとしてもその人がそれをやめるとは思いませんけれども、えー、逆にこの鉄道総合館の車内ライブとか車両センターライブとか駅ナカライブだと思ってそのチャンネルさんを見る方が少なからずいらっしゃるっていうことを認識していただきたいなと思います。間違えて見て見いるる方がいらっしゃるようですですそれを何件かメール等で ご指摘いただいておりましたのでえ今回こういった動画を作らせていただきましたえー、皆さん類似品にはご注意ください鉄道総合館の車内ライブか車両センターライブか駅中ライブであることを確認した上で見ることをお勧めいたしますまあ、もちろん鉄道総合館のそういった動画を見たいっていう場合ですけれどもそういった場合はチャンネル名をえきちんと確認することをお勧めいたします